一方この第10ラウンドになっても第1ラウンドと変わらないパンチを見せるこの比嘉大吾です。ここまで7戦7 KO、 まあ相当練習量積んだあっていうのが分かりますね、はい、サーバーに出ます。ガードを固めて、まあ打たれてる手反りはもちろん苦しいですけどね、はい、これだけスタートから攻め続けるのを相当なスタミナいるんで、比嘉も苦しいわけですよ。なんというスタミナの持ち主でしょうか。手反りをスタミナありますよね本当にね。ただその連々手反りを前にパンチを浴びせ続けている比嘉大吾、ここもステップから、今トリッキーな動きしたところ、手反りもですね負けじとやるところはですねやっぱり足元ふらつきながらも本当プライドを持ってますよね。負けてたまるかというその思い、チャンピオンとしての意地、うん、最後まで一発狙ってますからね。さあ世界ユースチャンピオンの比嘉、その意地を上回れるか。今のは左の左の左の左、いやよくも勝ちましたね。いや大したもんですね。最後の最後、まあ連打しているところでいいタイミングのカウンターに入りましたからね、はい、やっぱり攻め続けた勝利でしょうね。攻め続けたノックアウト勝利でしょうね。やはり最後まで全力でいってもスタミナが続くんだという自信はついたと浜田さん話していましたね。やっぱりですね実績っていうのは大きいですよね、いやスタミナありますよ、練習してるから十分です、でも実際にやってみなきゃ分からないところがありますからね、はい、そういった面ではやっぱり比嘉はやりましたから、それは大きいですね。プロデビューや2戦目3戦目は早期ラウンドでのノックアウト勝利でした。ただ前回の試合は最終ラウンドもう判定かなと自身でも思ったそうですが、最後の最後にノックアウト勝利を奪いました。土岡さん、はい、このラウンド間ですが、具志堅会長がですね、やはりその浜田さんもおっしゃっていたその左のダブルがいいと、この左のダブルを序盤は使っていく、そして中盤から後半に向けて倒していく、そういったプランでいきたいと話しています。中盤から後半に倒していく、まあはい、この相手見るとですね、そう簡単にはいかない相手ですよね、はい、おっと相手の腰が落ちたか、ここは返してくる。この相手の、まあ、ロメル選手、左のパンチがいいパンチ打ちますよね。左のパンチ、はい、いいところというのはどんなところですか。フック系のパンチ強そうですよね、はい、右左振って右、ここも再抜く、よく返してますよ。オリベロスも左のアッパー突き上げていきました。ただその倍、3倍とパンチを返していきます比嘉大吾。よく手出ますね。オリベロスも東洋太平のランカーで、あっと膝をついた、ダウン。まずは第2ラウンド中盤でダウンを奪いました。今トランクの下げるところなんか 見るとですね、呼吸きつくなった、ボディ苦しくなったということなんですね。浜田さん、ダメージはどうですかね。ダメージあります。あとダウン来ましたね。なんと東洋太平洋のランカー、ね、2ラウンドでダウンを2つ奪いました。ボディも効いて顔面も効いてますからね、ダブルが序盤から入っている。ここチャンスですね。さあ一気にいくか、第2ラウンドで決めてしまうか。ここも倒した、ガッツポーズを見せました。3度目のダウン、フリーノックダウンですね。はい、フリーノックダウン制ですので、ここでも立ち上がっています。ここも比嘉大吾は行くか。ここで下あたり来たらですね、もう戦勝しますね。比嘉大吾は顔面を投げて右、右の打ち下ろし、ここでレフェリー福地試合を止めました。相手も粘ったんですけどね、はい、まあ粘りがまあ通用しなかったんですよね。まあそれだけ比嘉の迫力、突進力、そして連打力が圧倒したということですね。先ほどセレスさんからもその比嘉の左ボディが後半というお話もありましたが、ここもプレッシャーをかけてくるのが比嘉のボディ、右ツー、第2ラウンドで追い詰めていく、カラディアルも返してくる。さあこれ比嘉追い詰めていけるかどうか。おっと膝が沈んでいく、ディアルも返していく、ノーハンドで返していく、頭を振ったわけですよ。そうですか、相手もやっぱり死に飽きつけた、引いてる、ダメージがあるようだ。さあロープで上がっていけるかどうか。焦ることないです、焦ることないですよ、はい、ここから冷静にいけるかどうか。左のボディ慌てる必要ないですからね。このタイミングでボディを打って右、浜田さんダメージどうですか。効いてますよ、効いてますか、はい、効いてるんで、倒しきろうということで焦ることはないですね。ナイスパンチ、なんとすごい。
ち上がりました。ゴングですね、ゴング。ここで今ゴングが鳴ったんですね。大歓声で分かりませんでした。そうですね、歓声があったから終わったと思ったんですよね。ゴングに救われたのはディアルです。なんというスタミナ、なんという体力でしょうか。右ルック、右のダブ、ディアル効いていくかどうか。ダリー、ディアルを沈めた。さあ、ヒガが冷静に見る、ディアルを冷静に見る。1分以上ありますから、この状況で一気にいってもいいですね、はい、今の状況で一気にいってもいいですよ。さあ、チャンスですね。さあ、いけるか、決められるか。ヒガ大吾だけ、一発だけ気付ければいいですから。ガードを固めて右のストレート、あとは苦しいんですよ、ただ日が打って打って、それで、打ち抜かれてきたところ、自分が一発打てる力持ってればという考えなんですね。はい、確かに日賀はラッシュで何度も、まあ、ダウンを奪っていくというシーンがありまして、その体力は日賀はいい。ここで一瞬で試合を決めてしまうか。なんと恐ろしい20歳の日賀大吾、両グローブを合わせている。ディアルがまた立ってきた。ここで試合を止めました。新チャンピオン誕生、 OPBF 東洋太平洋フライ級の新チャンピオンの日賀大吾、具志堅会長と抱き合いました。まあ強い相手に、完全なるノックアウト勝ちですよね、キャリアでは倍どころじゃないですからね。キャリアも何にも関係なく、力、実力で勝ったような内容ですからね、はい、そうですね。先ほどからこまめに比嘉のそのボディへの攻撃がセレスさん目立ちますよね、各部分、まあ、ボディ打ってますよね、はい、上下散らしてますよね、はい、上重さん、はい、まさにあのチャレンジャー陣営、そのボディを意識してあの試合運びをしていきたいですね、ある意味この比嘉の突進も止めたいところなんでしょうか。ボディへの攻撃を続けているのは挑戦者フィリピンのカグブコブです。徐々にね、徐々に上がってきてますよね、そしてただ接近戦、ナイスボディ、ナイスボディです。ここは左のボディ、あとボディでいく、チャンピオンがボディでいく。さあ、前回も倒したこの左のボディ、さあパーフェクトレコードで世界へ、そして21歳で世界のベルトを取るんだというチャンピオンの比嘉大吾。さあ行きます、聞いてきましたね。さあタグブコブ聞いてきたか、聞いておりますけどよく聞いてますね、はい、右、右、今度は顔面、ボディの攻撃から今度は顔面、チャンピオンの比嘉大吾。ここで上下来たいですね、ここで上下の打ち分けですね、セレスさん。そうですね、しかし挑戦者に呼ばれますね、はい、体を寄せてなんとかそのパンチを耐えようという挑戦者のタグブコブ。カグブコブにとってもこれがチャンス、そして比嘉が持っている世界のランキングも手に入れたいところなんですが、ここはチャンピオンが来た、チャンピオンが来たぞ、比嘉が来た、比嘉が来た。比嘉もですね、やっぱり、これだけ1回目から強め強めにいってるんで、はい、まあ打ち疲れがありますからね、大きいの振っちゃいかんですよ、はい、ここは細かく、そして連打とコンビネーションと、ボディー、右のボディー、ダウン、ダウンです。いやー、よくダウン取りましたね、チャンピオンがダウンを取った。チャンスですよ、やはりボディへの攻撃が効いています。ここは一気に行きたいですね。さあ比嘉が距離を詰めていく。さあその連勝を11に伸ばすのか。そしてこうですね、比嘉がボディ打っていくところ、頭をぶつかってるんですね、体を寄せ合ってそのパンチをなんとかしのごうという挑戦者のカグブコブです。だから、まあ、頭を使ってるというか頭もぶつけられてるんですね、はい、あれも一つのパンチだと思わなきゃいかんですよ、はい、そのあたり今チャンピオンが嫌がりました。ぶつけられるだけ損ですからね。浜田さん、こういうところはどう対処すればいいんですか。あの頭を正面からずらしてね、さあこの我慢できずに7ダウン、比嘉このラウンド2度目のダウンを奪いました。さあ残りは10秒、さあ一気に決めに行けるか。ここで試合が止まった。比嘉大吾11連勝、そしてパーフェクトレコード継続中、11連続 KO 勝利、世界へ向けて視界良好チャンピオン比嘉大吾です。一つ乃木トレーナーからも背中を押されまして、まあというのはですね、まあこれで倒せなかった場合、はい、ということもまた考えるんでしょうね、このラウンド倒せなかったら次どうしようという考えもあると思うんですよ、はい、ただひとまずここで行こうという比嘉ですが、ただディオコスも非常に粘り強くこの比嘉に絡んできます。左のジャブ、
左、そして右、そして左のボディ、回り込む左のボディ、左のボディ、そして顔面です。ました、ね、上下の打ち上げ、まだ一発はスピードを鈍った状況の一発が落ちますね。はい、もう思い切ってここも左、そして右のアッパー、ナイスアッパー、ここもガードを固めつつ、これ浜田さん、ほぼ日川パンチもらってないでしょうか、どうでしょうか。若干食うところありますけど、まともではないんですね。左上体に、ね、両手丸めますから、はい、ここでねちょっと一歩ね引いたりね、サイドに回って打つとね面白いですよね。サイドに回って打つ、確かに乃木トレーナーも少し直線的な動きがあるので、まあ、サイドからのステップも練習していきたい、そう話していました。実際にこの試合に向けても練習してきたということですが、さあ右カウンターが入った、体勢崩した、さあ決められるか。まあ今本人後ろに回って、遠慮したところがあったんですね。さあこれ右聞いてますよ、聞いてますよ。さあ左ボディから右のアッパー、トントーンと軽いパンチから、さあ右、さあパーフェクトレコードが近づいてきているかもしれません。比嘉ここで顔面に軽いパンチを集めまして、ナイスボディ、さあアッパー、ここで崩しました、削り続けました。比嘉大吾、ガードを固める相手に対しても冷静にその牙城を崩しました比嘉大吾です。まあ打って打って、打ちまくったというやり方ですよね。さあ比嘉も一発当たればという中で手数、あ、さあ左が入った、左が入った、あれが、これが比嘉大吾だ。立ち上がりましたエルナンデス、たったの一発、左でダウンを取りました。さあここまでは2対1で赤コーナーのエルナンデスリードということになりました。さあまたダウンを取った、そんな数字は関係なし、当たれば倒せる、それが比嘉大吾というボクサー。今日2つ目のダウンを取りました。また立ち上がったエルナンデス、ダメージはどうでしょう。コーナーに攻めながら左、初のダウンはいずれも左で奪ってきました比嘉大吾。お、打たせて打つ、そしてボディから最後は右アッパーだ、右アッパーで世界を取ったか。立ち上がれるカエルなんです、立ち上がります。この試合3度目のダウン、まだ試合は続きます。エルナデス足に来てますよ、チャンスです。今勝負いけばいいですね、フィニッシュの瞬間はどうか。右アッパー、ナイス、ちょっと足に来ていませんなんです、潜り込むような右アッパー。今日は左で2つ、右で1つ、ボディーブロー効いている、ボディーブロー取ったでしょう、取ったでしょう、25年ぶり、まだ立ち上がります。2つ目のダウン、この試合は WBC ルール、フリーノックダウン制です。立ち上がれば何度でも試合は続行します。ナイスボディ、来た来た、投げ倒した、沖縄に生まれた新しい風が沖縄の新しい歴史を作る、立ち上がったエルナンデス、しかしもう虫の息。さあ行け比嘉大吾、残り10秒、左を伸ばす、右ストレート、また打った、取りました、新しい沖縄生まれの世界チャンピオンが25年ぶりやりました。おめでとう比嘉大吾。そして今具志堅会長、白井具志堅ジム、悲願の世界チャンピオン、その夢を比嘉大吾が果たしました。トママソンがこの高い鉄のガードの間から出てきたときにチャンスが生まれます。至近距離での戦い、軽く打たせながら比嘉が狙っています。ボディからパッ、トリプル、世界チャンピオンになっても全くおごり高ぶるようなところはなかったと乃木ジョージトレーナーは話します。チャンピオンになって1週間後にもう階段出しのトレーニングを再開したそうです。
目指すものがあります比嘉大吾。現在13連続 KO ノックアウト勝利中。同じ沖縄の浜田剛さんが持つデビューから15連続ノックアウト勝利という日本記録を持つ。ボディ効いたか、ボディ効いたか、トモソンが嫌がっている、逃がさない、逃がしません。比嘉アッパーガードの上から右フック、軽いパンチでいきます、軽いパンチでいきます。クリンチをしようとするトガマソン、ヨーロッパチャンピオン。やはり具志堅会長がチャンスと見た時の畳みかけるど根性、これが歴代の沖縄のチャンピオンと同じ沖縄魂なんだと話していました。ああ声を上げて打ち返していくトガマソン。おっちょっと効いたか、ダウンを取ります。左の膝をついてしまいましたマソン。どのパンチが効いたか、あるいはダメージの蓄積か、思わず膝をついて比嘉の攻撃を解除しました。さあこの試合も初めてのダウンを取ったのはチャンピオンの比嘉。一旦ドクターの検診が入るようです。なんか目を切ったのを自分で確認して膝をついたみたいな感じでしたね。そうですか、はい、右目を気にしています。あもちろん今場内アナウンスがありましたが、これ比嘉のパンチによるものです。いや強烈な一発にはなりましたが、ご覧のように右目のまぶたですか、あこれ視界がなくなると試合続行は難しくなりますが、このまま試合が終われば比嘉のテクニカルノックアウト勝利となります。有効なパンチによる負傷となりましたトマ・マソン。あ止まった止まった、比嘉たったの一発のパンチ、トマ・マソンの試合を続けたいという気持ちを折りました。今の木ジョージトレーナーと抱き合います。そしてゆっくりと具志堅用高会長がリングに上がっていきました。WBC 世界フライ級タイトルマッチ、その戦いが始まりました。ピンクのグローブにトランクス、積極的にジャブをポコンと出していきました。こちらがチャンプ、右をもらいましたが、フェンテスはですね、距離は長いと思ってもどんどん前に出てくるから、逆にしまってきますよね。まあ、ですから、まあ、比嘉からすると無理に入っていこうと思わなくても自分が届く距離になりますから、はい、平田さん最初自分から積極的に行きましたが一発もらいましたよね。そうなんですね、ちょっとそれが怖いところで、はい、やはり当てよう当てようと気になっていくと、やっぱり自分 もらパンチをもらってしまう危険性ありますから、はい、まあ、初めはもう相手のパンチの流れを読めるようにね、しっかりまずは相手のパンチを見たいところですね、はいはい、焦ることないんですよ。今村田さん打ち終わりでフェンテスが右を出してくるんですね、はい、これを警戒したいとボディトレーナーも話していましたが、さらに強烈な左のボディブローを。実際にこの挑戦者フェンテスは相手が打った後に右をかぶせるというやり方しますからね、はい、比嘉の打ち終わりの右だけは注意が必要です。その中でボディからフックという比嘉得意のコンビネーションも見せています。ただ今のフェンテスの方がどんどん前に来てますから、はい、まあ、比嘉とすると噛み合ってやりやすくなるはずですからね。そうですね、世界タイトルマッチは比嘉自身は3度目になりますが、初めてこのアグレッシブな好戦的なファイターを迎えることになりました。ガードを固めている比嘉、前に前にやはりチャレンジャーはチャレンジャーらしく攻め込んできます。ですが、あと左が入った、左が入ったぞ。ダメージはどうだ、あ右を返していきます。上手に必要はありません。ナズメが一ラウンド来るぞ、その瞬間ダメージはまだまだありますからね。あトパーが効いた、ボディ効いた、やってくるか、衝撃の1ラウンドノックアウト勝利が来る。沖縄で立ち上がる、止めた止めた、テクニカルノックアウト勝利、比嘉大吾衝撃の1ラウンド。日本人ボクサーの偉大な記録に肩を並べました。15連続
内から上部表という強烈なボディーブローです。比嘉もダブルで返すボディーブロー。さあこのボディーどうだ、右腕チャンスと、その足に絡んだショットです。リズムショットはロサレス返してくる、見事なチャレンジャー。ボディーの打ち合い、ロマンジャーですね。我慢していきたいですよ。その後の続報ですけれども、ここからロサレス出てきます。あーと声を上げながら来ます。そしてジャッジですけれども、1人がドロー、2人がロサレスリード、しかも1人は2点ロサレスが上回って、もう1人は6点、79対73、ロサレスリードとなりました。ということは、まあ、はい、あ6点のことは考えなくてですね、ドローのジャッジと、はい、もう1人の2ポイントの差ですか、はい、そのジャッジを比嘉のポイントに向けるようにやればいいですね。それをそうですね。ここから、まあ、ただ比嘉の中に八重樫さん、ノックアウトっていうのは常に頭の中にあると思うんですが、はい、その道というのはどうでしょう。そうですね、まあ、あの瞬間的にはあると思うんで、はい、あの諦めずにね、ポイントは関係なくも倒しに行ってほしいですね。そうですね、まあ、残りの4ラウンドのうち、あ、止めましたか、止めました、アウト、あ、試合を止めます。セコンドが止めましたね。タオルが入ったでしょうか。そうですね、まあ、やるだけのことをやったということですかね。あ、比嘉大吾はタオル投入、テクニカルノックアウト負けとなりました。今日から始まる比嘉大吾のボクシング人生第2章、そのスタートはどんな形をで決着を迎えるんでしょうか。距離を縮めて左2つ、これも左を伸ばしていきます。まだ右ストレート、距離を詰めていきました。今日は終始川島さん、右が当たるんですね。そうですね、この相手がですね、やっぱりそのサウスポーでちょっと左に体を倒して避けるんですよね、はい、左フックというのも結構当たってないんですよね、左が。そうですか、はい、この辺りの感覚はどう修正してくるか。左足にちょっと体重を置いてこう避ける選手なんですね。ニュートラルコーナーに追い詰めていく、いいストレート、強烈な一撃、あ、口が開いています。笛の裏は苦しそうだ。なんとか距離を取って逃れようとしてクリッチに行きます。笛の裏、さあひたひたと追いかける比嘉、軽いパンチは時折もらいながらもボディーブローです。少しボディーの数は減ってきましたが、ボディーから右ですよ、右のダブルですね。鼻柱を捉えました。あ、少し比嘉も疲れたなという表情には見えました。やっぱりボクシングに戻ってきてトレーニングは厳しいなということを思い出したそうです。試合前近くになると減量が苦しくて、あ、ボクシングに戻らなければよかった、そう思った夜もありました、比嘉大吾。ただこの満員の後楽園ホールでスポットライトを浴びて歓声の悲鳴と指の中倒しきります。比嘉大吾渾身のボディーブロー。さあ上野村は立ち上がる、まだ時間は50秒残っています。仕留めに行くか。この2年間を支えてくれた全ての人に恩に報いる、ノックアウト勝利へ試合が止まりました。やっぱり比嘉大吾はノックアウト勝利だ。最後はボディーブローで仕留め切りました。勝った比嘉大吾、そして具志堅会長にまだ笑顔なし、あ、少しだけ表情が緩みました。
少し様子を見ながら左ジャブ、比嘉の左です。ただその比嘉の左に包みを左を返していく、左フック、比嘉バックフック、比嘉の左フックです。いいね、からはい、まだ近い距離、残り10秒切った中で両者が打っていく、近い距離、左フック、右打ち下ろし、比嘉ますからね、バンタム級に上げてもやっぱパンチアウトがありますから、はい、ここまた包みの、比嘉バー、左フック、比嘉のパンチです、5枚だぞ、もっと左、左フック、比嘉のラッシュが出てきたか、8ラウンドに入っています。先ほどの7ラウンドで堤の鼻が切れました。これは比嘉のヒッティングによるものです。ワンツー、比嘉です。この鼻の傷に関しましては、この傷が原因で試合が止まった場合には比嘉のテクニカルナックアウト勝利となります。押し合いから右アッパーは空を切った、ヘルフク右を返しました、堤です。もう一度堤の右、そうですね、気強いですね、はい、いいですね、打たれた分だけ打ち返す、左フック、比嘉の左フック、再三この比嘉の左フックが堤の顔面を捉えています。内藤さん、ここまでの、はい、ここで堤が手を出します。フック、そして右スロット左、かなりプレスをかけていきました、堤です。左左右かなり大きく打っていきます。そして下がってしまった比嘉です。ここは内藤さん、はい、ステッパー右スロット、が一気に手を出しましたね。そうですね、はい、ポイント的にちょっともしかしたら、うん、不利かもしれないという思いもあるかもしれません、うん、なので9ラウンド勝負に来てますね。力を尽くす両者です。右ストレート、ここも堤が手を出していく、右ストレート、カウンター引き上げていきますが、堤が右だ、右まで左フック、もう一度右の左、引き込んでいった、両者が腕を振り回してきました、両者の熱い抱擁です。素晴らしい試合でしたね。フルラウンド戦いできました。95対95、両選手とも規定の2票には達しませんので、この試合はドロー引き分けでございます。判定の結果、ドローということになりました。世界ランカー同士の一戦が始まりました。共に黒のグローブです。まず左フックを見舞っていきましたのが挑戦者です。比嘉大吾、右オーバー、力強く振っていきます。そして右腕、右アッパー、右フック、比嘉のパンチがまず劣っていきます。ガンガンいきますね、ね、早くも手を出していきますね。アグレッシブにいってますね、はい、はい、左アッパー突き上げました。比嘉、左フック、左4つ相当力んでますね、KO パンチばっかり振り回してます。倒したいという思い、右大きく打ってきました。チャンピオンがじわりじわりと、いやパー、今入りましたね、比嘉のパーです、うん、顎上がりましたね。 いいとこついてきましたね、でこの小林選手やっぱ打たれても全然効いた素振り見せないじゃないですか、これでやっぱね、比嘉選手がすると、はい、やはりこういいの当ててんのになと思うとだん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 ちょっと嫌になってくるんですよね、相手が効いてくれないと、はい、うん、なので精神的な部分でも、右ストレート、右アッパー、来た、右アッパー、ナイスアッパー、左そして右取る、これコンビネーション、いやうまい、アッパー上手ですよ、よく入れてる、比嘉、ね、右ストレート、ここもやはり一発一発比嘉が力を込めて打っていきます。内山さん、やはり比嘉のペースは変わりませんね。変わらないですね、まあただだん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 やっぱりパンチっていうのは1ラウンドよりも、はい、左そういうのが打てなくなってくるので、もう少しこう強弱を分けていった。ただ今ちょっとね、ボディ右アッパー、右アッパーのダブル、右アッパーのダブル、顎を捉えた、そして鼻からの痛み流血が出ました。その手小林周期立てるのかどうか、比嘉のアッパー、ここで試合終了ゴング、10カウント数えました。すごい、比嘉の見事なアッパー、超えた比嘉大吾。